インパーソネーション SI川端でございます。本日ね、2月17日ですね。最高気温3度、最低気温マイナス2度でございます。風が強くて日は差してるんですけども雪は降っております。先日ですね、まあ14日ですね、日曜日にあの奏くんとのコーギーさんにね、あのロケに誘われたんですけど、ちょっと体調不良のため行けずにですね、面接の前に緊張したのか知らないですけど、原因ははっきりしないんですよ別に、いきなり来るもんなんでね、不眠と過眠がね今現在でもちょっと引きずっている状況でございますし、今回の動画ですね、あの先日お話しそびれましたと言いますか、中途半端に話終わっちゃったんですけど、あの夜勤はやめとけっていうね、夜勤をすることによるですねメリットとデメリットをちょっとお話ししていこうかと考えてはいるって言ってもね、あの勝手に喋るんですけどまずね、夜勤をすることのメリットね、まあ所得が多いね、あの夜勤手当のおかげでね、まあ、特殊勤務手当とかね、夜勤手当という名目で手当が入るんで、お金が多くもらえるとね、ルーティン作業があの昼間の仕事に比べて少ないので、あの仕事の絶対量が少ないっていうのはあると思います。そしてね、まあ3つ目かな、これで、あの人目がないのであんまり勤務態度に気を張らなくてもね、仕事のオンオフがあの上手に切り替えられる人に関しては楽なんじゃないのかなとは思うんですけどね。そしてね、問題はデメリット、軽々しく体調不良になります。はい、夜勤っていうのはね、会う人会わない人がいて、合わない人はね1週間ぐらいでね、手足がしびれてきたりとかね、頭痛がするとか吐き気がするって言って、だいたい1週間ぐらいでダウンします。まあ幸か不幸かね、夜勤なんてしない方がいいんですけど。2点目、昼間の生活をする人とですね、生活時間が全く合わなくなります。約束などをするとですね、もう夜勤をしてる側の人間がまあね、睡眠時間とか調整しないといけないです。いちいち普通に朝起きてじゃあ行くかってわけにいかないんでね。3点目と言いますか、生活時間がね乱れたりすると眠気が常にするんで、もうすごいイライラします、ずっと、しかもね、楽しめるものも全然楽しめないんですよ。で、挙句の果てにね、あの、まあ、夜勤をしてる人間の気持ちなんて、まあ、そもそも理解できる人間が、まあ、この世の、ね、ほとんどの人は夜勤なんてしたことないでしょうから、あの夜勤をしてる人間の気持ちなんてそもそも理解のしようがありません。そういう人たちに関してはね、もう昼過ぎでね、もう眠い眠いとかずっとふわふわヘロヘロしてるわけですよこっちは、何眠そうにしてんだいみたいなことを平気で言われるわけですよね。まあ普通はそうですよね。夜勤してる気持ちは当然分かんないってことは、まあね、知ってはいながらもちょっとイラッときますね仕方ないんですけど、結果ね、あの昼間生活してる人とね全然価値観が合わなくなります。昼間生活してる人とね別の生き物なんじゃねえかなみたいな、そういう感覚に陥ってきますね。例えばね、お腹が減ったから食事をしようとかね、まあ眠いから寝ようっていうのは分かるんですけど、まあ普通の人というかね、結構皆さん12時になったから昼食を食べようとかね、まあ、23時になったら寝ようみたいな、そういう感覚お持ちだと思うんですけど、まあそういう感覚がね一切なくなりますんで、ただただお腹が減ったら食べる、ね、眠くなったら寝るっていう、そういう感覚になりますね。インパーソネーション。夜勤をしてると出る症状ですね。1日や2日夜通しで起きてたとか、スポットでちょっと夜勤やったぐらいではね、こんな症状は出ません。まあ、少なくともね、寝てない自慢をするような次元ではないです。最低でもね、まあ、2、3年は続けない限りは、まあ、こんな深刻な状況にはならないんじゃないのかなとは思うんですけども、私の場合なんですけど、あの極端に日光に弱くなります。あの日光にね長時間当たったりすると、まあ、ハイク行ってる時もそうなんですけど、まあ、じんましんが出たりね、私はあの漢方が出ますね。あの漢方ですかね、まあ、あの水泡が、まあ、四肢、まあ、指とか腕によく出るようになりますね。眠気が全然抜けません。もう常に眠い、まあ、今でもそうなんですけど全然抜けてないですね症状は。でこれがね、まあ、寝ようが寝まいがとにかく眠い。この眠気っていうのはね強弱ありまして、眠気が強い時っていうのは皆さんね寝つく時にふわふわふわっとね、まあ、まあ何も考えられず、まあ、少なくとも体は絶対動かせないような状態でね、あの入眠していくと思うんですけど、私があの仕事をした時に関しましては、仕事を辞めるまで、ね、要は入眠する、今にも眠りに落ちそうだっていううとうとしたまどろんでる状態で14時間とか働かないといけないんですよ。地獄ですわはっきり言って、これね脳に悪いらしいですね。すごい脳に悪いらしいです。3年ほど一緒に働いた同僚がいたんですけど、で、ね、夜勤の後遺症っていうのかな、意識障害が出るようになって、
なんか駅のホームで倒れたとかね、その時にね脳の検査を受けたそうなんですけど、まあ、脳萎縮が認められたそうですね。医師の話によりますと夜勤をね少しでもすると脳萎縮が認められるようになるということですね、まあ、可能性があるっていうのかな、まあ、全員が全員なのかちょっと分かんないですけど、うん、脳萎縮になりやすいそうです。だからねボケんのも早いんじゃないかな、私なんてねもうダメかもしれない。健康や健全な活動と引き換えにですね、夜勤手当をもらいたいっていうならね、まあ、止めはしませんけどもちろん、うん、インパーソネーション、ちょっとね風が強くて、ね、そう窓に当たってる風がガタガタ音声入っちゃってるかもしれないですけどもね、外の天候があれでねちょっと面白そうな光景が外で見られるわけじゃないですか。だったらおめえロケに出ろよとハイカーだったらロケに出ろよって話かもしれないんですけど、寒いので外には出ませんということで、サイの冬はまだまだ続きます。エセハイカーファースでございました。失礼します。インパーソネーション。